ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。え皆さんこんばんは、ドクター林です。えー、今日は五月二十七日、えー、もう本当五月のもう末になりました。 えー、本当に早いもんですね毎回言いますけどねあっという間に月が出すのは早いなという感じがします、えー、先日はあのー、ね歌手の西城秀樹さんという方が亡くなりましたよねまだ63歳だったですよね、えー、脳梗塞だった、まあ、脳梗塞じゃなくて心不全,心心不全病名は心不全っていうね急性心不全という名前ですけどまああの方は前に脳梗塞を起こしたりなんかしたんで、えー、まあ 脳梗塞っていうのは再発したりすることもあるし直接につながる病気ですからねそういうまあそういうことがないかなと思うんですけどもやっぱりまだまだ63歳という若さでね63歳って言うと昔はねもうしょうがないなという年齢だったんですけどもう今まだまだ若いですからねもう8090でも皆さんそんなあのしゃしている人がいっぱいいますから。 ただやっぱり脳梗塞っていうのは誰でもみんなそうですけどいつ起こすかわからないというね、えー、いうことがあります。やっぱり血管がこうなんかこう動脈硬化してだんだん剥がれてきたり、あるいは血管の中にコレステロールとか、えー、まあいろんなその物質が沈着したりしてそれがだんだん剥がれて。 血液の中を血液に乗っかって脳まで飛んでしまうと脳梗塞を起こしたりするということがありましてね誰でも起こす可能性のある病気なんですね朝起きてみたら口が利けなかったなんてねいうこと結構ありますねそういう人があそういう時はやっぱり脳梗塞をしてるあるいは自分であんまり自覚をしなくてもですね何とたくこう字がうまく書きにくくなったなとかですね えなんかちょっと喋りが変だなと、まあ、自分が気が付いたことも他人が気が付いたりすることがありますけどねそういう時は微小小といってもう小さな血管が詰まったりしているという可能性もあります、えー、まあやっぱり気をつけなきゃいけないのは水分補給をよくしなきゃいけないっていうことですね、えー、夏なんかになってやっぱり汗をかきますとね、えー、それだけこう脱水状態になってくるわけですから血液が濃くなってくると。そうするとまあいろんな物質も放送も 体に飛ぶようになってしまいますので、えー、とにかく水分補給もう寝る前もね多少夜中におしっこをきてもしょうがないですけどももう水分をたくさん取ってから休むようにした方が本当はそういう脳梗塞の予防などになりますからいいと思いますね、えー、そういうことを心がけるということでね、えー、まあ西条秀樹さんのお悔やみ申し上げますねで1曲目聴、えー、いていただきましょうね今日はじゃあその西条秀樹さんの歌ですね、えー、もうこれ定番曲ですね きましょうヤングマンはいえー、ね元気が何となく元気が出るような感じの、ね、YMCA でしたけどね、えー「健康ゲラガラクリニック」毎回、えー、楽しいゲストをお招きしてお話を伺っていますね今日のお客様はプロレスラー板橋プロレスリングの手選手ですね。

まあ、どこですも身長体重不明とか、まあ、そんな感じで、コールしなきゃいけないわけで,で、ね。ちょっと紹介も,も何もできないんですけど、はい。はい、ね、あの、身長体重のところはいつもですね、最大時速。二百七十五キロ、うん。ああ、そういうふうに。身長体重、体重はないっていうぐらいですね,ね。なるほど。<laughs> はい今。今日もそ。今日はそういうことでね、いろいろで本当はプロレスはいつももう。 自分の追い立ちとかですね。どうしてプロレスラーになったかとかですね。まあいろいろそういうこと全部話して洗いざらい話してはゲロしてもらうわけですよ。はいはい。今日はちょっといゲロしますよ。大丈夫です。じゃあそういうことでまずプロレス自分がプロレスどうしてなろうかなろうと思ったとかそういうところを始めましょうか。はい。何歳でそうですね。あのもと柔道やってましてはいでもずっとプロレスが好きだったんですけど大学入っ で学生プロレス始めましてああ、うんだっけな関東学生プロレスレリング連盟とかあるんですけど、うん、そこの,あの<え>一番軽いクラスのチャンピオンになりましてで、ねうん、はい。 で、まあ、当時は馬場さん猪木さんの時代ですから僕みたいなちっちゃいはなれないですね、うん、レスラーなれないんで,うん、うん、で普通に就職とかしてたんですけども <laughs> あのそうこうしてるうちにあのルチャリブレっの輸入側にこう日本に来るようになりましてメキシコ人た小さいと、はい、で飛んだり跳ねたりしてるのが、うんまあ、すごく、まあまあ、自分でもできそうだなっていうのがあったんで。 後輩の今メンズ手王って言うんですけどねはい、はい、あれ2つ下なんですけど先にプロデビューしちゃったんですよ、はあ、それが悔しくて悔しくてですね、はあはあ、であの会社で働いたんですけど会社辞めてですね、はあ、メキシコ行ったりとかしまして、はあはい、そういうきっかけであのレスラーになっちゃったんですけど。はあはあ 最初にプロレスが好きだと思ったときに要するにテレビを見てそう思ったりしたわけでしょそのそのは猪木馬場だったのその時代は馬場さん猪木さんの時代でその頃見てハルク・ホーガの時の下出し事件なんか見てそうですねあの時点あれはもうね大学生になってっあなったんですかじゃあもう自分でやってた頃だそうですそうですそうなんですね あれですねやっぱあのブッチャーシ飼ク組対ファンクスとかですねビル・ロビンソンさんとかですねはいはいあの時代ですねはいニック・ボックウィンクルさんだったりとかそういう時代のプロレスをよく見てましたいやょっとほと久しぶりですよこの番組でこういう話ができるのはいつまでみんなゲームでゲームで好きになりましたとかそんな感じなんですけどねゲームなかったですからね いやよかったそれで、まあ、とにかく、まあ、プロレスラーになろうと思ってしたら学,生プロ学生プロレスやるっつはちょっとある分かんないんだけど、はい、あれ自分で作ったたんでもともとあったんですか学生あのはねサークルー、はい、プロレスそ,そういういか 簡単に作れるものなんですか簡単に作れるんですかねメンバー募って、ええ、ああの顧問の先生みたいのをお願いしてですね、うんうん、はいその時に関東プロレスなんとかっていう学生プロレスなんとか,とかあってけですねあ,<ー>でありましてでそこのどこだっ一橋大学かなんかの学生さん先輩に手紙を送って当時あのないでメールとかないんで、ええ、手紙を送ってですね <laughs> あのこういうそのまあクラブ立ち上げたんだけども連盟に加盟させてくれませんか、うん、っていうことでプロレスのコーチとかそういうのはい,いないですねもう見よう見まねでプロレスごっこですからね完全にそういうことをやりながらその大会なんか出てチャンピオンになったとそうです それでそれからそのまあ就職したと大学に入って卒業して一応就職したと、はいはい、就職したけどもそのメンズ帝王が先にレビューしちゃったから悔しくて、ねはい、悔しくてもう一回自分もやろうと思って会社を辞めたと、はい、そういうのは自分一人で考えてるんで親には相談しないですね <laughs> です相談してももう辞めろって言われるわけですからね <laughs> はいそりゃそうだよね会社辞める時にもその ちゃんとまともな会社だったでしょまともな会社ですね,ね。そこに働いていけば、まあ、そこそこ将来も安定してるじゃないですか。あうすうすまあ、あと一ヶ月ぐらいで係長だって言われてたんですけど。<laughs> 係長よりプロレスが大事って思っちゃったですね。<laughs> はい、すごいね、それもね。<ー>でも、プロレスだって。プロレス、えプロレスラーになろうと思って辞めたってことは。その。どっかに団体入ったんじゃなくて、メキシコに行っちゃったの。そう、最初。じ <laughs> こ,これ、あんまり喋ったことないですけど。ああ、喋ってるかな。えっと、最初ね、あの、みちのくプロレスで呼ばれたんですね。うん。 あの外国人が来れなくなったって言って、ええ、それこそあのメンズ帝王から電話かかってきまして「うん、来れますか?」って言われて行、ええったんですけどなんかいろいろあってですね、ええ、結局試合ができず、ええ、でやっぱその道のくプロですって言っても、まあ、旗揚げで2シ,2シリーズ目でしたけど、うん、やっぱみんなすごかったですね。あのー 技だっったたりとかかす<ー>、はい、すごかったんですよやっぱりプロと全然違うじゃあこれはかなわないなと思って<ー>これはもう一回ちゃんと出直さなきゃいけないそうかといってもサラリーマンには戻れないし <laughs> もう意を決してじゃとりあえずメキシコ見てこようかなと思いましえ、何もつってもなく行ったってこと誰かのないですね行ってはもうスペイン語で空港の表記とかがもうなんか記号みたいにしか見えなくてです、ね、<ー>何があるんださっぱり、ね、<laughs> はい。 えー、それで、どこの、どこの団体にい、どっか行って。ないです。練習してただけですね。ねあそうだ練習してただけで、当時ね、あの、ありましたね。田尻選手が。<ー>大学生でしたけど。<え>はい。メキシコに。あの、なんだろうな。旅行みたいな感じで来てって。<ー>はい。いましたね。 はい、いまあ僕はあのメキシコに長くはいないんで<ー>、はい、ちょっと行ってまた帰ってまたお金食べて行ってっていう。あえー、で、向こうで例えばリサんの教育学校があったとあ練習は行ってましたけど<ー>、はい、特に最初のうちはそこで何かがあったっていうのはないんですよね<ー>、はい、でそうこうしているうちに、あのーまあ、日本のなんだ、えっと、新馬さんのところにお世話になるようになってユニバーサルのアトントですね。 でそこでまあ下積みっていうほどの下積みじゃないですけど、ええ、まあ雑用やったりとかなかなか試合できずに<ー>、はい、いましてでまあちょこ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 試合するようになった時に。うん ジャド芸道さんと出会うんですけどそこであの北海道を巡業してた時にですね、うん、まあまあ,あのペーペーですから、まあ、ひどい目に遭うわけで、うん、ひどいって言っちゃいけないですかねいろいろありますよねで温泉宿に泊まってましてこれ一番下だったんで一番最後にあのお風呂入ってましたら邪道さんがお風呂に入っててです、ね「うん、ああすいません失礼します」って言ったら「うん、お前メキシコ行った方がいいよ」って言われてですね「うん、でいや何度も行ってるんですけど」って言ったら「いやもう一回行って」 です、ねうん、今すすね今ぐ行けって言われたんですよ <laughs>、はい、でちょうどその北海道の巡業に <laughs> メキシカンがいっぱいいたんですけど<ー>みんなもその来い来いって言うんですね。で邪道さんが行けって言うんだったらあこれ行こうと思って<ー>で翌その最終戦終わってもすぐ「すみません,ん,ません <laughs> やめますんで」っつって <laughs> 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 でそのままもうすぐチケット取ってメキシコ行ってたんですね<ー>で。それが98年ぐらいなんですけど<ー>そこで今、あのー、2回転のコールバターって。 僕が最初に多分日本で使ってるんですけどあ,<ー>あの辺の技をいくつか持って帰って、うん、でちょっとずつ日本帰ってきて売れるようになったんですそのジャドウが行けっつって、はい、その時は例えばこいここに行ってこいとかどこそこ行,どこ行ってこいとかそういうことでそういうことじゃないです <laughs> もうとにかく行けとただ行けとお,お前はもう一回行けと <laughs> なんかすごいあの自信満々に言われたんですよジャドウさんに <laughs>、うん、あこれ本当に 行かななないいいととけであの日本帰ってきて CMLLJAPAN っていうところでお好みマンっていう講談社の漫画のキャラクターなんですけどこれはん取ってやらせてもらったりとか同時に大阪プロレスの「モンキーマジック」っていうのやらせてもらったりとかしてで仕事がバンバンバン増えてってですね大阪プロレスは東郷さんたちと一緒に離脱して。 で道の行くん連れてってもらうんですけど、うん、でそこに今度外道さんが現れるんですね<ー>で毎日外道さんと東郷さんと毎日毎日メインイベントでまああの流血したりとかしながらはい激しい試合をずーっとやらせてもらってすごいやっぱり実地でお世話になるんですけど<ー>なんでやっぱあの邪道外道さんたちとその東郷さんっていうのはすごく僕のプロレス人生にとってキーマンなんですよね。 なるほどね。はい。はい、ジャドーゲドがそのユニバーサルにいたんだよね。そうですです。ですね、ただ僕はそのユニバーサル時代のジャドーゲドさんとは、うん、あの接接点がなかったんです。<ー>その後なんですよね。 じゃどうけど私ねもあのもうプロレス業界にいても三十年ぐらいになりますけどね。はいはい、一番最初に知り合った男性のプロレスラーがじゃどうけどなんですよ。ああそうそれからだずっとだから彼らが一番長いじゃね <laughs> <laughs> もう今偉くなっちゃったけどね。そうですね。本当、はい、女子プロレスに練習する場所がなくて彼ら日本女子に来てたんですね。すね <laughs> その時代ですから。はいはい、そうなんだよな。それかすごいね。それでえー、まあとにかく。 のく結局その日本にかいろいろ帰ってきて道のくにずっと最終的に道の君素顔で入ってで途中で「颯」になるんですけどああなるほど。そそれで結局その 我々が出会ったそのあれはいつでしたっけスーパーフリーじゃなくてスーパークルーだあの頃はだからほらメキシコの登竜門とかそれから海辺隊道場とか日本千葉のそかがちょっとなんかこう話題を作ってあれならいけるなと もうこれは経営も安定するし <laughs> そんな <laughs> このやり方だと思ったでしょもうこれじゃないと <laughs> えっとねすあのー、先生違うんですよそれ違うのえちょっと違ってうんですあのまあ まあ当時47ぐらいだったんですかねちょっと覚えてないんですけど、うん、えとまあ引退しようかなと思ったんですよ僕が。<う>で東郷さんはまだ現役バリバリ、えー、で僕は引退しようかなと思って引退の前にちょっとだけ自分の技だけ置いていこうかなと思ったんですよ。うん、でじゃ,あじゃあ学校ちょっとやって、うん、落ち着いたらやめようと思ったんですね。うんうん、ででそそれはその中で 会員隊同士あるし通り、うん、もあるし、うん、同じことやってもあれなんで、うん、あのちょっとその科学的な座学じゃないですけどそのじゃあトレーニングの理論だったりとか、うん、栄養学だったりとか、うん、でそういうのをあのレスラーも知っておかないといけない時代が来るだろうなと思って、うん、そういうのがその授業のカリキュラムの中に入れたんですね。うんはい、そこは、まあ、あの多分2つと違う ところだったと思うんですけどね。はい。でもそのシステムとか、あのあれは大体同じような感じでやってましたね。結局は。はい。でなんで？なんかない？いやあの時いっぱい人がいたじゃないですか。なんか一人一人いっぱいいましたよね。最初いたんです。ね。最初いたんですけど、あの三期生か四期生ぐらい、いや三期生かな。どんどん減っちゃったんですね。あとやめちゃうですね。はい。なんでですかね。なんででしょう。 やっぱ、あのー、学校ってあこうちょっと敷居が低く感じるんじゃないですか学校が、はい、あの入ってくるときにお,<ー>お金払えばレスラーになれるんだっていうそういうって入ってくるんだけどそそ、ねうん、やっぱそのレスラーのメンタル面での教育があったりとか敷いたりとかがあって、うん、あなんかこれ一般の社会とちょっと違うんだなって気づいた人たちが辞めていくってい,あやめていくんだははい、はい そうかお金払えば大体みんな入れてくれるようなそうですよねそれだって海援大のみんなそうだよね一応ねそうですねはいで調理もだって高いお金払えば入れてくれてたわけじゃないですかだからまあよそなのそこ分かんないですけどやっぱ結構やめていってんじゃないですかねと思うんですけどだから本当今でも思い出すのにたくさん人がいたのにみんなああいう狭い部屋で我慢してそういう組でいたじゃないですか そみんなあれだったんだけどなんでまあ結局だけどじゃあここを出て自分たちプロレスをどこでやれるんだろうとかそういうあれがあったかもしれないね。結局じゃあデビューしてもその時やっぱりもう飽和状態までいかないにしても、うん、やっぱりそんなに出ていくそのなんていうんですかねなかったですねその卒業生たちが、うんうん、じゃあどこで。 レスラーとしてやっていくんだってなった時になかなかみんながみんなっていうわけいかなかったですねそのうち何人かは団体に所属して今でも活躍してる選手はいる今誰だと思ってんすか佐々木大輔とか佐藤紀とか佐藤佑紀もいはいとかあと久保久保って DDT かなとかですねはい。

はい、えー、これが、えー、早田選手のテーマ曲。テーマ曲というとあるとは違うんでしょ。あの入場曲とは違うんでしょ。あ,あ、入場曲。入場曲これでこ。ここの曲の前にあのー、JR のオルゴールあのー、一番線よりっていうのがあるんですけど。うん、それあのー、パンチ田原さんっていういいはい、ねうん、があのコールコールとかその、うん、あのー、場内アナウンスみたいのがあって、うん、で。 えと新幹線が入ってくる、うん、で白線の内側までお下がりくださいの時にかかるオルゴールがあるんですけど、うん、駅で、えーはい、それが最初に冒頭に流れて<ー>で今のこの銀河鉄道水難がかかるんですけどかっこいいですねそれも全部道のくプロレスの時のアイディアでそうかそうかそうかそういうことでね、きょうは手選手ね、えー。です, <laughs> ですこれなんか,なんか

あのこのスーパークルーの卒業生たちがまあ試合したいとその残った子たちとですね細々と新木場たりでいうやってましてへえ自分やらないで出ないで僕も出ました出ないとやっぱりチケット売れなかったんであなるほどそうですねでそれが2 0二千十二1 2年までやって もう最後もみんないなくないくっっちゃただまあその時に <laughs> その時に板橋で、うんえっと、商店街さんある商店街さんでそのイベントのプロレスをやらせてもらっててでいずれその板橋プロレスを、えっと、やってこれこれ本当に引退しようと思ってたんですけど、うん、板橋プロレスやってであの終わりにしようと思って動いてたんですね。協力してもら うべく選手たちちがいいなくなっちゃいまして<ー>、はい、でやっぱもうできなくなりましたって、まあ、商店街さんとかスポンサーツさ,んさんに謝り行ったんですけどみ、うんな、うん、あ,あの謝り行った先でですねいやあの一緒にやろうよってみんな言ってくださってですねあもうここまで言ってくださるんだったらこの人たちにも恩返しをして、うん、でもう最後の仕事にしようと思ったんですね。うんはい、で今はもう多分板橋プロです僕にとって最後のリングになると思うんですけど。 団体をつく持ってる団体持ってるってこと？そ,とそ,そうでするとその<ー>、はい、団体で何人ぐらい今所属されているんですか？今五人ですね。<ー>はい、ただまあ商店街さんからその公認レスラーみたいのを出してもらってるんで、えーえー、そういうそのキャラクターまで入れると多分十何人とかになるんですけど。は,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 はい。実際にじゃあ聖書何人あの実世実社会で何人抱えているかというと五、うん、人五人五人のメンバーになります、ね。<ー>それで、えー、工業 との月何、何回かやってる。です年間で二十大会ぐらいですね。で、そのじゃ、五人の選手は他の団体にも出たりはした。あ、出たりもしてますね。本当に。でも、なんかそういう企画をしたり、なんかそういうのが得意、得意ですね。うん、なん、なん、まあ、得意というか、好きなのかもしれないですね。そうですね。なら、ずっとやっていけるじゃ、別に引退しなくたってさ。あ、で、まあ、でも。 と自分の思い描いてることが誰か代わりにじゃあそれができるかっていうとそこはなかなか難しいかなとだから一緒にやってる分には価値観を共有して一緒にできると思うんですけど、うん、僕はリング離れるとやっぱり選手たちっていうのは選手ですから僕も選手でしたから,、うん、から選手のことは選手しかきっと分かんないだろうなと、うん、それはありますね。 でもやっぱりその団体をまあ立ち上げていっぱい一応みんな苦しむのは資金,資金面だったじゃないですか、はい、はいはい,はい、はいね、その辺なんだろうけどそういうのは大丈夫なんですかまあ大丈夫とは言い切れないですけどもなるべくなるべくそこを考え考えないのって言っちゃいけないのかな学校でもやりますか、えっと、いやもうそれはもうあんまり <laughs> やりたくないんですけど <laughs> お金お金のためになんか始めると多分壊れるんですよねきっとね<ー>なのでお金のためじゃなくて、うん、あのやっぱり 世の中のために役立つような存在であり続けるっていうことを理念にずっとやっていきたいなと思ってですね、はい、お金になると多分うまくいかない、ね、そうですね、はい、まあでもみんなプロレス団体いっぱいあるけどみんなそれぞれみんな喜んで楽しんでね上の人たちはみんな楽しんでやってるんでしょうけど <laughs> みんな好きでやってんんだもんね <laughs> まあ好きじゃないですか。 絶対やっていくぽんだあれ最初のんだと思いますよね。いや好きなんですよ皆さん。はい。絶対割のいい仕事じゃないですからうんそう思う。でその周りのスタッフの人なんかみんな辞めたり入ったり結局プロレス業界にずってるじゃないですか。はい。あれお好きだなと思うからね。で混んでたか辞めようと思ったらなんかしててあのその時は普通の仕事をディスコとか思ってる考えてたちしたの。 いやその先のこと考えられないですよね、やっぱり<ー>ただ、じゃあこれ、これがなんだろう次の仕事はこれって言ってはないと思いますね、次の仕事ってプロレス以上のものないと思ってるんですよ、<ー>僕の場合。だから、だからまあこの年でもまだやめられずにいるんですけど、うん。選手としてはどうですか、選手としては、あと、まだまだできそう。今、いけそうですかね、いや今今、53で4になるんですけど。 えっと、のらりくらりやるんだったら、スタイル、うんね、はい、ただ僕、そのメキシカンスタイルでずっとやってるんで。うん 走んなきゃいけなかったりとかジャンプしなきゃいけないとあれメキシカンなんか実際何歳ぐらいまでやってんだろうね60ぐらいまでやってますけど最後動かないですよねあんまり飛ばないね飛ばないでバスから落ちるだけだもんな僕はそう言えないですけど何十になってもできるってことだけどさまあそうですよねでも疾風って新幹線の格好してますからなかなか厳しいですねゆっくりは。別に マスク違うマスクになったってもうこの年で違うマスクだってもう相手にされないですよね <laughs> 誰があいつっってやっと終わりますよね <laughs> そうかでも本当プロレスはその自分が何歳までできるかとかこれから辞めたらじゃあどうしようかとかやっぱりいろんなこと<ー>そんなこと考えながらいるんでしょうねみんなある程度年になるよね。 だけどこう結局その自分が選手としてやらなくても何かこういろんなことをプロデュースしてみたり企画することによってまたそこから仕事ができるわけじゃないですか<ー>それはもう長年のもう自分が培ってきたノウハウがあるわけだからうんそうですねただ、私たちは私たちの価値観でプロデュースしたいと思うんですよね<ー>そしたらまあそれでやっていけばいいんじゃないかなとは思いますけどね。<ー> だから結局団体を抱えちゃうとみんな苦しんじゃうから選手をその都度鍵を集めちゃうその興行したりなんかしてるっていうスタイル取ってるるところもあるよねあそうですね、はいう、ね、のはもうお金かかんなくていいんじゃないかと思うんだけど僕なるべくあのできれば町のためとかと人の誰かのためだったりとか、うん、プロレス で自分が楽しいのはもちろんあるんですけど、うん、やっぱあのー、誰かのためにみんな仕事してるわけじゃないですか、うん、レスラー以外の人、えー、それこそねあのー、サラリーマンの方達だってきっと何かいろんなもの作りながらもそれが世の中で使われて役立ってるわけですからそれは僕らも同じじゃないといけないなと思って、うん、役に立つレスラーだったりとかプロレス団体だったりとかっていうところでなるだけ価値観を教育して

さあ、そして今日、ちょっと一緒に来てる、選手の人二人いますけどで、ね、ちょっと。えー、その、あれ、あの、ああ、だかちょっと自己紹介してくださいね。はい、二人、どうですか、お名前をどうぞ。あ、板橋プロルスの鈴木しんと申します。よろしくお願いします。はい、えー、同じく、ながとまる子と申します。さんよろしくお願いいたします。大丈夫、デビューしたんでしょう。はい、ね、させていただいてます。はやで、はやで、に乗っちゃったの。す 乗ってしまいましたね乗ってしまいましたね間違って切符買っちゃったなるね乗るじゃねそうかもしれないやっぱりみんなルチャをやってるルチャみたいなプロレスやってる練習で教わることはルチャの基本で教えていただいて試合はまた別僕なんかまだ新人なので気持ちで頑張るようなシェアさせていただいております あのちゃんと入門テストが今やってるのそれともお,お金払うわけ？<laughs> 入門テストじゃ、お金はないです。<laughs> 入門テスト受けてあでもそうやって入る入ったってこと？そうですよ。えっと鈴木くんの方はですねなんかまあドインディで、うん、なんかプロなのかマッチョなのかわからないところでやってたんで。<laughs> でまあ、一生懸命ちゃんとやればもうちょっとよくなるなと思ったんであ<ー>あのもうちょっとちゃんとやってみたらっていう話をしたんですね、うん、そしたらまあ,あの住居も板橋に引っ越して来なくていいって言ったんですけど来ちゃった引っ越してきちゃった <laughs> <laughs> そういう人がやちょっと責任重いよね責任重いわって感じだったんです <laughs> えっ、ー、で丸子さんどっかに来たの,あの どこだっけアイスリボンははい女子プロレス団体アイスリボンから、はい、板橋に来ました、ね、ああまあ女子があれどうですか <laughs> 女子が実は悪いのかな <laughs> いやあのー、なんていうんですかね板橋プロレス向きなん、ねえーまあ、そうですよねすごくやっぱり子どもたちに人気があったりとかああなるほどね、はい、あと本人がやっぱ男子プロレスが好きなんですねはい、はい なので、もともとなんか新日本プロレスを見てて、テレビで見てて、うん、はい、レスラーになりたいと思ったら、そうなんで。えー、らどっちかというと、多分、だ男子のプロレスの方が、まあ、水が合うかなっていうのも、うん、はい。僕の中であるんですけどた、多分本人もそうだと思うんですけど。なるほどね。はい。うん、え女子は一人なんでしょ今あたり。はい、女子は一人なんです。ではい、どうですか、それ、今後、その選手はやっぱり、所属させて。はい。 大大きききくくしていきたいたとと、まあ、<う>よりは充実ですね充実させていきたいとまあまあ大変は大変だと思うんですけどね、はいまあ、その中でやりがい持って板橋に本当部屋を借りてですよそこに住まわせてね <laughs> 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 それはそのくらいやりたくやっぱりだんだんそういう。

みんなそうしてだん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 大きくなってきて。<笑>,<笑>,笑いうこしゃねで <laughs> しみだから <laughs> 楽しみですから本当にそれはね、はい、ということでちょっともう一曲じゃあお願いしましょう。はい、えー、っとこれあのメキシコでですね修業時代にあの実はメキシコ人が。 忘年会みたいのやっててくれて<う>そこで日本っていうのはこういう国だよっていうのをメキシコのルチャドルたちにですね説明してくれたやつがいまして、はいはい、でそれちょっと僕目頭熱くなりましてですねああ、はい、そうしてたらその説明してたレスラーがですねこの歌を歌い始めたと坂本九さんの上を向いて歩くなんですけどああここでもう僕があのメキシコシティのその、まあ、ある会場の屋上なんですけど、うん、号泣してしまいましたすごく、まあ、そこであの まあ二回転のコルバタとか覚えてきた旅だったんで、うん、非常にその僕の中では大きなちょっと曲なんですけども、うん、はいえそれ日本語で歌ったんですか日本語で歌いましてですねそいつは<ー>はいで日本はそのまあ過去に戦争をして大変な目にあってと、うん、まあそのメキシコ人たちはそんな日本の歴史知らないですから、うんあすね、まあ僕は日本人なんでよくもこうバカにするんですけども、うん、まあそうじゃないんだっていう説明をしてくれてですねあの、うん、彼らはすごく真面目な国民で、うん あの戦争から立ち上がって今本当に大きな国になったと、うん、だからあの尊敬しないといけないって言ってくれた、はい、まあ聞いてたメキシコ人たちがみんなシーンとなりまして、うん、そうなのかって言ってたらまあそうで、まあ、例えばその原爆を2発落とされたんだよみたいな話も出てきたりとかですね。うんうん、でみんながし,し,んりした時に このルチャドールがですね、この歌を日本語ですっごい下手くそでしたけども。何歌ってか分かんない。分かんない。なっ分かったんですけどね。はい。もう本当に涙が止まらなくなってですね。ずっとこうメキシコ人の空をずっと見てました。ねあ。な見たか、こぼれちゃいけないと思ってですね。本当にその。のはい。本当ですね。はい。じゃあ、それを聞いていただきましょうかね。はい。 ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。え今日はゲストに伊丹市プロレスリングの林選手をお迎えしてお話を伺っています。えー、まあこれから試合の予定とかそういうのもいろいろあるでしょうけど、ちょっと近近近あるのは何が？はいえっ、ー、と7月の16日にですね。伊丹市グリーンホールというところでえ。 まあ、定期戦じゃないですけども、はい、通常の興行を行いますで今商店街のレスラーさんたちがですねさんたちとかして、ね、商店街のレスラーがですね <laughs> 商店街の,このプライドをかけてシングルのトーナメントをやってましてですね<ー>、はい、これが準決勝まで今進んでましてですねあそうなんですかはい、はい、そうですねであとはえっ、ー、とこの大会以外にも7月の1日が上板橋北口商店街さん主催の え大会がありまして、えー、明けて8日7月8日は板橋塾不動通り商店街さんでの大会があります。えっと商店街さんの大会は無料で観戦できますので、<ー>はい商店街に来ていただければと思います。えあどこであれです,ですか？リングが組んでいるのはどういうところで組んでいるんか？えっとね公園だったりとか、<ー>はい町の広場だったりとか、<ー>はい。えでこのどこだっけその板橋なんとか今のリン

え、いっぱいなっちゃって入れてくれなくなるわけでもないでしょう。あの、いっぱいなっちゃうとも席が置けないので、本当に入れなくなります。あの、十席じゃない、えっと、当日券を買いに来るお客さんいらっしゃるんですけど。あの、もうなくてですね。すいませんという形で帰っていただいたりしてますので。一月月一ぐらいで、そこでやって、グリーンホールでやって。るの二ヶ月一回ぐらい。で二か月。はい。板橋で、いつも大きい会場なんですか。えっとね、もう一つ大きいとかあるんですけれども。まあ、アクセスがいいので、グリーンホールが今。 まあ、他の団体さんも使ってるんだと思うんですけどね。選手はみんな一応。ルシャなんでしょいや、そう、でもないですね。あのー。あれですね。えっと、田中美濃さん出たりとか。かかはい、あのー、まあ、那須孝太郎選手っての出たりとか、<ー>やっぱ、あのー。 なんかバチバチの試合もありますし女子プロレスがあったりとかあ<ー>あのいわゆるその昔の、まあ、昭和のプロレスの第一試合みたいな試合もありますし<おー> <laughs> あとは、まあ、ルーチャー・リブレがあったりとかですね<ー>、はい、そのうちどうですかハードコアとかハードコアあのですねこのグリーンホールがです、ね、<え>それがもう禁止になってるんですね。<laughs> よかったですく <laughs> <laughs> そうなんだ でもね、最近の傾向を見ているといろんな団体の人たち、なんか一試合ぐらいね、そういうハードコア入れてますよ。なんか流行ってるんですかね、今ね。そうするとお客さん増えるんですよ、うちね、ちっちゃいお子さんが多いので、子供いじめ、撲滅団ってそんなもんああと板橋区役所の方もですね常に見てますので。 なるほどね。でもそういうふうに何かこう地元に、ね、根ざしたそういう感じのもややったみですよね。はい、ご当地プロレスみたいな感じ。あ、そうですね。や本当にやっててあのー、とても楽しいですし、ね、あのー、感謝の気持ちを忘れないでいられますね。うんうん、はい。どうですかこうその新幹線の駅ごとに、はいはい、<laughs> そういうのふたつご当地プロレス立ち上げだったり <laughs>。あ、もうその本当は駅ごとにやりたいんですけどね。<laughs> 実は終点とかで青森。<laughs>

素顔、うん、の時代に戻っても多分誰も分かんないですよね「誰だあいつ」ってなっちゃうんで <laughs> <laughs> でもなんかこうあれでしょやっぱり新しいキャラとかなんとかやってもいいんじゃないですかなくても、うんまあ、いいまあいいですけど結局会場のお客さんが分かなければはい。 のがいいんですよ <laughs>、はい、あの多分お客さんも分かりやすいと思うんで,ですから、はい、だから本当に他ののう他の職種引退しようなんて考えないで、はい、やっぱちょっとプロレス業界のために頑張ってくださいよねなるべくあのできるか、はい、あり無知を打ってですねこの老朽化した車体にですねこれもうあのこの車両実際もうなんか消えつつあるんですよねああ、はい、今新しい車両になっちゃってて実際に。ええ なので希少価値になってきちゃったんで希少価値になるようにそうしたら肋、はい、骨にむち打って打ってですね <laughs> はい本当にそうなんですよ <laughs>、はい、しかし本当にあれだよねメキシコなんかはそのプロレスラーってあの仕事しながらなんか別の仕事しながら夜プロレスやるとかそういう感じでやってるんでしょ 大半の人はそうだと思いますね,ね一部のレスラーたちが、うん、まあ大きな団体に所属して、うん、それだけで食えてるっていうことだと思うんですけど、うん、やっぱ食べられないから仕事してでよりろ好きでプロレスやってるんですよねさすが日本人じゃそれまあでもそんなことなカルバチなんかやってるのあ,あん、ね、いますよいますいますそうかじゃあそのあれですかその 団体の所属団体の所属してる選手には、はい、まあ,あんまり無理なことさせないでプロレスだけで,けな,でなるべくそうですね本当でに本当にそうそうして,そう,してそうなってほしいしそうしてあげたいしあげたいというぐらいまだそうはいかないんだ100%までいかないですよねで <laughs>、ね、うんあでも多分できるようになると という感じはするんですけどね。はい。もう何年ぐらい経つんですよ。板橋プロ立ち上げて、えっと年目なんですはい。九月で4年経ちます。はい。じゃあ、まだまだあれですよね。まだできたばっかりだから。あの法人にしてから、まだ1年ちょっとなので。はい。なので、まだまだ。はい。やるべきことはたくさんあります。のでそうですよね。まあ、この業界、新日本大一人勝ちですからね。あ、もうね。そこに。 勝負挑もうとかそういうのはないですね、はい、全く別のものだと思ってでも本当にその地域いやプロレスあの新日本なんかも完全にもうインターネット世界あれを、ね、利用して売り上げをどんどん上げて、ねはいはい、だから選手たちが会場に来なくたってもうすごい売り上げがあるわけですよだけどまあそ,のそれとそういうふうにはできないからむしろ逆にこう地元に完全根ざしてはい、はい、地元だけはうまく取り,もう取り込んで。はい 損してはや,やることないと思うけどある程度の売り上げ上げながらやっていくのをやっぱりそれこそほさっき言ったようにその新幹線の出来事に作っていくとかですね <laughs> それ立ち上げていくとかいうことをや,やるだけでも,もだいぶその一夜を迎えるように一夜を迎え,、はい、えるんじゃないかなって気がしますけどね何、はいはい、かいいアイデアを出してその時はまた林、はい、先生 <laughs> 健康診断はそうですよ。ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。はいはい、なんとなくアイディアマンみたいな気もするし、いやそんなないです。よねな僕アイディアもてないです。そんなです。<laughs> うんでもやっぱり新しいプロレスのプロレス像というかあのなんか考えてはいかと思うでしょ。あ、そうですね。はい。ね、あの予想と一緒でいいっていうか。 考えはないんですねこういういろんなところにあの新種プロレスだとかなんか最短プロレスだとかいっぱいあるじゃないですかえっとねここもですねちょっと僕自信がありましてですねあの板橋プロレスあの NHK さんとかもよく取材来るんですけど超地域密着型って言われるんですね。<ー>でそれはあのよその,その地域団体っていうのは例えば本当に地域の自治体だったりとか、うん、まあその市民たち と密接に何かを、コラボレーションしたりとかっていうわけじゃないんですね、うん、リング上で。うんはい、あの、例えば特産物を模した、マスクマンが登場するとか、うん、まあ、そのぐらいなんですよ。うん、これは板橋プロレスの場合は、実際に商店街のキャラクターがリングに上がってくるんですよ。うん、はい、じあのー、実在してるんですね、もそもそもが。うん、で、えー、っと、板橋区の暮らしと観光家だったりとか、そういうところが、まあ、応援してくれたりとかですね。うん、あのー。 商店街連合会だったりとか、うん、まあそういった形の,あの実質面での密着ですねコラボレーションっていうのが実際にあるんですね<ー>こちら側が勝手にやってるわけではなくて<ー>実際にいろんなでその商店街さんたちの結びつきもなるべく強化していくっていう活動をしてたりとかあ<ー>なので、まあ、だいぶ違うかなと思うんですけど。自治体がちゃんとい 応援してくれてんだ。そうですね。はいはいはい。なんてまあ数ある地域密着型プロレスの中でもちょっとうんだいぶ異質かなと思います。そうですね。はい。そうか、そういううまく行政を取り込んでいければ。まあそう実際に行政さんのお金が動いてるかというとそこは全くないないんですけども、はい。ただやっぱり一緒にやや っていけてるっていいけるうことがです、ねうん、これからのそのまちづくりだったりとか、うん、お互いのその、まあ、メリットじゃないですけども、うん、お互いにあの、うん、お互いのいいところですねウィンウィンじゃないけど、うん、そういった形になれればと、はい、そうですね。はい、いや本当そういうことだけでもなんか違う本当との団体と違うところがあるわけだから、はい、そのノウハウをしっかり構築して。はい あのやっていけばもうかなり何時いみんなに注目される団体なんじゃないですか。ああ、そうなる、ね、そうなるといいんですけど。はい。あれでさん、はい、あれだよ本当にずっともうマスクかぶってるともう年なんかわかんないですから。ええ。まあそうですけど。はいはい。<laughs> 頑張ってやっていただきたいと思いますよね。はい、えー。まあそうだ本当いろいろと。 おも面白い企画だなと思って昔もあのスーパークルーの時のね、なんてい見てきてましたけどね、なんかいつ間にか消えちゃったから、ちょっと寂しかったんですけど、<ー>またここで復活してくるのを見て、<laughs> えー、安心しま本当にね、先生とも十何年ぶりですから、また仲良くさせていただければと <laughs> 思ってます。 でも本当、プロレス辞めたらもう、何やっていいか分かんないでしょかんないですね、本当そうでしょ、だめになっちゃい本当に、なんか、いや、実際、私のプロレスも辞めている人たちも知ってるんだけど、やっぱり仕事がなくて、やっぱり親がなんかやってるとかね、なかあったらいいけど、そうじゃない限りはですよ、やっぱり警備になってる人もいるし、それでもちょっとそこそこ真面目にやってれば食べていけるから、大したものだと思うんだけど。 やっぱりそうなかなかいい仕事っても考えててもなかなかないし、はい、もうここまでやっていくプロレスが一番自分の人生の中で一番大きなあれを占めてきてるわけですから、はい、もうプロレスに関わることを常にもう静までかかって、はい、なんか考えてやって、まあ、いつまでやっても選手やれるとけは言わないですけどねそうしていただきたいと思いますよね、はい、本当に、えー、そういう姿にやっぱり若い人たち若い人たちにやっぱ手本だろうと思んですよね。 なれるかどうかちょっと分かんないですけど本当 <laughs>、はい、50歳ぐらいので一はみんな選手やってるから、はい、それからもうあと50過ぎてから選手ができなくなったらもう何かやるとかそういう道をきちっとみんなに示してやらないとだめじゃないですかね,、うんね。ということで若い人たちもついてきてくださいね。お、はい、お願願いいししまますす <laughs> えー、そういうことで板橋プロレス、ね、本当に注目のこれからのプロレス団体だと思いますからね、ぜひ、えー、この早田選手はね中心とした今大会に、えー、ご注目ということで、今日も惜しかったですね、は。<laughs> えー、それでは、本当、皆さん、また、来週も、お、見にかりたいと思います。ゲラゲラ笑って、楽しく一週間、お過ごしください。えー、それじゃ、お元気で、じゃ、本日、ありがとうございました。どうもありがとうございました。鈴木君も、<ー>ええー、まるこさんでしたっけ。ありがとうございま,、はい、ざいました。じゃ、あ皆さん、また、さようなら。誰かに会いに行こう。話をしに行こう。うつむく背中にも。 「追い風吹き抜ける気分が長かったなら世界が変わるだろう」「お医者さんは健康は幸せのキーワードです」「お医者さんは世界中が笑顔で暮らせたらいいな」 例えば疲れた「休めば楽になる」「不満が溜まったなら言葉に出せばいい」「乱れた景色でも光が差し込めば違った場所になるよ明るく変わるだろう」 「げ元気で楽しく